フォンデル公園フィルム博物館。フォンデル公園はオランダ・アムステルダムの南西区にある公園で、アムステルダム市街地にある公園では最大の面積を持つ。繁華街、ライゼ広場の南西、国立美術館やコフホ美術館のあるミュージアム広場の北西に位置している。公園は1865年に開設され、当時は新公園と呼ばれていたが、 あとに17世紀の作家様子とファンデン、フォンデルにちなみ現在の公演名に変更された。現在では、毎年1000万人の来訪者を迎えている。公演内には、オランダフィルム博物館や野外劇場があり、隣接して、ユースホステルもある。市街地を東西に横切る長い敷地を持っているため、園路は自転車道としても多くの人に活用されている。映画に関する展示と、 映像館がある、国立施設である。19世紀に建てられた展覧会場の建物を利用している。19世紀の無声映画から現代のデジタル編集技術までが展示されている。6月から8月にかけて屋外劇場が開かれる会場。公園に隣接してフォンデル公園ユースホステルがある。約500名が宿泊できる規模である。ありがとうございます。